最近も生徒さんの中で3回同学で頑張って勉強したんだけれども点数が一向に上がらなかった、だからもう個ベストを受講しようと思ったという方がいらっしゃいました。はい、どうもとあるです。動画ご視聴いただきありがとうございます。はい、それで今日なんですけれども、今日はですね、試験科目に民法があるという方に非常に大なお知らせをします。例えば行政書士試験とか宅建とか司法書士、そして公務員試験、民法が必要というような試験を受けられる方様々いらっしゃると思いますが、そういう方に向けたお話をしていきます。そして結論としては、初学者、全く民法を勉強したことがないというふうな初学者の方が2ヶ月を目安として試験に必要な実力、それを養っていくというふうな講座を作成いたしました。そして具体話をこれからやっていきます。内容としましてはこちら、通過顧問です。通過顧問を使っていった上で、それに対応するアウトプットの講座、そちらを民法1に関しては43本、民法2に関しては35本、合計で78本、そして特典に関してインプットの講座として民法が123本、合わせてですね200本以上の動画をこの度用意いたしました。なのでそちらの動画を見ていただきますと、民法を非常に効率よく勉強することができます。なのでもしよかったら概要欄からですね、概要欄の受験生コース、上から2個目ですね、そちらの受験生コースにもしよかったらご参加ください。そちらではこの限定の動画を見ることができますし、さらには限定 LINE も用意しております。主に行政書士試験の受験生なんですけれども、日頃の学習の報告とか日頃の困ったことの共有とかということに関してやっておりますので、こういう特典もございます。いずれにせよ、やはり民法という科目は同学ではかなりもう厳しくなっております。最近も生徒さんの中で3回同学で頑張って勉強したんだけれども点数が一向に上がらなかった、だからもう個ベストを受講しようと思ったという方がいらっしゃいました。やはり間違った勉強方法をいくら続けていても継続は力なんですけれども、間違った方法を続けても点数は一点も上がらないんです。なのでこういう風に勉強したらいい、問題とはこういう風に向き合っていったらいいという部分に関する講座をこの度200本以上の講義動画を使って作成しました。中には嬉しい声で予備校よりも分かりやすいという声をもらったりはします。本当にその気持ちは非常にありがたいんですけれども、やはりまあ予備校は非常に僕はいいと思っています。ただデメリットあるとするならば、予備校ってかなり高いと思うんです。値段がすごい高いと。けれど今回こちらの講座というのが月々3000円で参加することができまして、こういう風な講座をたくさん見ることができますので、一度よかったら参加してみてください。そしてもしかしたら参加をしたけれども、あ、これだったらいらなかったってなるかもしれません。けれどその時の損失は3000円です。ただ実際それを受講してみて、あ、この講座もっと早く知りたかったってなるかもしれません。今その3000円を惜しんでしまうと、その結果といいますか、その未来それにたどり着くことができず、もしかしたら3年間ずっと同学で頑張っていて結果が出ないという可能性もあります。一度僕のことを信用して、そしてこの講座一度参加してみてください。概覧から参加できますが、メンバーシップの上から2個目のコース、そちら参加いただきますと、民法に関してしっかり実力を養って、その試験科目に対応する力、それを養うことができます。ただ1点ですけれども、こちら通過顧問だけはあらかじめご用意ください。こちらはこの講座に参加をしてもついてくるものではありませんので、こちらだけはご購入いただいた上で、そしてあとは講座を見ていて必要なインプット、そしてどういうふうに問題を解いていくかのアウトプット、そこの箇所に関して一緒に頑張って勉強していきましょう。とりあえずは一度ギャラの方にチェックしてみていただいて、そしてそのメンバーシップの参加とか、あとはそれに関連する Q&A も用意しておきましたので、そちらを見てご検討ください。いずれにせよそちらに参加をしていただいて、そして民法に関して人によってはもしかしたら1ヶ月間とかで習得しきる可能性もありますが、いずれにせよ最短でしっかりと民法の基礎を養っていきましょう、というふうなお知らせでございましたので、もしよかったらギャラからご参加ください。一緒に頑張ってやっていきましょう。以上、とわりでした。